はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、ゴミカスデッキを作ってきたので、ね、ご紹介していこうと、思っております。皆さんは所有者の刻印というカード、または洗脳解除というカードはご存知でしょうか。これね結構面白くてですね、あのコントロールフィールドの全てのモンスターのコントロールを元々の持ち主に戻すっていう効果を持っている、まあ、トラップカードと魔法カードなんですよ。でこれと相性がいいギミックが、あの怪獣っていうギミックがありまして、これあの相手のフィールド上に送りつけるっていうギミックなんですけども、これ返していただくことができるんですね。所有者の刻印とか先導解除、があると怪獣を送りつけて一旦返していただくっていうことができまして、これ結構強いんですよ。ラバーゴレムとか、ラータマとかも返していただくことができますんで、今回は、相手のモンスターをひたすらに怪獣でリリースしまくって、怪獣とかラバーゴとか金玉でリリースしまくって、でリリースしたモンスターを一旦返していただくっていうね、ゴミみたいなデッキを作ってきたんで、早速、このデッキを使って、ランクマのお友達に、ゴミムーブをお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。あまあ、ハンドはなかなかに強いと言っていいね、これは。うん。まあ、あ、でもかぶってるか、これ。テラフォーミングと。あ、でも、そう、あ、でも結構強いな、これ。割と。エクレシア。あ、いいでしょう。問題ない。双剣ね。はい。バゲはね、OK。ご自由に展開していただいて構いませんよ。ちなみに、相手のね、展開を妨害するカード、1ミリたても入ってないんでね。相手の展開を全て受け切って、で受け切った後に、まあその気持ちよくなった相手を全部リリースするっていう、まあそういうね、あのデッキでございますのでね、まあ相手を妨害する手札とかいうねカードをね全く入ってません。まあ、全然問題ないですよ。ああまあちょっと暗転がちょっと若干めんどくさいかな、双剣暗転が。まあとりあえずドローして考えて、あ気候じゃ村雲落ちた。まあですね、とりあえずバロネスだけはしょんないといけないですよね。ちょっとさ、君さ邪魔なんだよね、どいてくれる。そこ僕の席なんだわ。はい、じゃあね。ガムシール切っちゃーで、ですね、ここで、ま、もう魔法向こうはないと思うんですよね、魔法トラップ向こうは。なので、一旦テラフォーミング打ちますか。テラフォーミング打つ。で、ま、共闘ウォーターフロント張って、共闘ウォーターフロントを張ってしまうと、でから打つとその効果にチェーンして双剣暗転が打たれてめんどくさいか。京都ウォーターフロント割れなくていいんだよな。これ一回ぶちかましに行くか。これちょっと一回そうしよう。妨げられた怪獣の眠り、うおー、自作自演大怪獣バトル、ブルーン。自作自演大怪獣バトル、うおー、お前のフィールドにガメシエル、そして俺のフィールドにドゴランを特殊召喚、ブラー、よし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 。そして一旦共闘ウォーターフロント発動で、共闘ウォーターフロントでこれで、ま、たあでもチェーンあるな、なんだろうな、チェーンあるぞ。暗転じゃねえのこれ、やべ、暗転じゃねえか、やべ、これ完全に暗転一点無視だけど、これ暗転じゃないかもしれない。とりあえず画面シール返して、で画面シール死んで、ありがとう。ま、怪獣はフィールドに1体しかいらないからな、自分のフィールドに。で、気候じゃ村雲のロチの効果を発動、自身を特殊召喚、そしてレベル8のモンスター2体でオーバーレイエクシエンス召喚。出たー、人掛けドラッグラビオン行きまーす。ドゴランと気候じゃでオーバーレイエクシエンス召喚、ナンバーズ97流炎神ドラッグラビオン、受験法要だけやめてくれ。流鋭神ドラッグラビオンの効果を発動、オーバーレイユニットを一つ使い、エクストラデッキからドラゴンズモンスターを特殊召喚できるぞ。現れろナンバーズ100ヌメロドラゴン、うおー、そしてヌメロンの効果、タキオンを下に空に重ねて、そしてヌメロンドラゴンの効果を発動、オーバーレイユニットを一つ使い、打点を9000にしていく、うおー、ブラ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 、マス来たー。OK。来た、人掛けドラッグラビオン成功、お前のライフは残り8000、そのライフ一瞬で消し飛ばしてくれる、行けヌメロドラゴン。一応怪獣も察するか、一応怪獣も察して、オッケー、まあ、なんか三打座金から持ってきて、
優先の怒りを食らえ。うわ、対戦ありがとうございました。まあワンキル方法はいつも通りっていうね。悪くはない。ゴードンが通るか否かみたいなところある。怪獣モンスターなんもねえの、ちょっときついな。あれですね、マホトラップカードのなんか向こうめっちゃ敷いてくるみたいなテーマだとちょっとやっぱりね、こういうハンダだときついが、はい、スピードロイドいいね。スピードロイドくんいいじゃん、久しぶりだったな。なんかシークレットパックが追加された頃は結構ね使っている人いましたけど、今なんかあんまりなくなりましたね。このデッキね、結構ねルートいっぱいあって難しいんだよね。結構使いこなせる人割と尊敬するタイプですけど、DD に近いね。俺はクリスタル君出てくるやつ。なるほどね。あー、オッケー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 。バイククリスタルね、オッケー。バイククリスタルの構え。まあ言うて魔法トラップカードの向こうはない、この盤面で。まあクリスタルクリアウィングが出てもってこと、クリクリが来ると結構めんどくさいですよね、あれ。別に回収でリリースすればいいけど。怪獣デッキ使ってるとね、結構ね、相手の先行制圧で割とね、買い合ってくるんですよね。相手の、マジで、どうでもいいから、正直。モンスターでの制圧は。魔法タップの制圧が一番きついか。刻印かぶったー。刻印かぶりすぎ、バルタ。ちょっと一回あの伏せカードをちょっと吹き飛ばしに行くか。はい。ハイスピードロイド、クリアミングライダーの効果で、なんだかこれ変身なんだっけ。シンクロ召喚者このカードリリースして、草木レベル7の神経図、風シンクロモンスター2体まで。あー、はい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 。分裂やつね。でクリアウィングシンクロドラゴンとクリアウィングファーストが出てくる。こいつらなんかモンスター効果無効じゃね、基本的にね。エクソディカ特殊のサイト相手モンスター効果無効にするとかどうかどうかって書いてある。でこれもレベル5以上のモンスターがうんたらかんたらだから、いやこれはね魔法トラップ無効ない。一旦ちょっと羽で相手の盤面お掃除挨拶、これは無限 OK。 ですね、とりあえずゴードン発動しますか。ゴードン発動して、いやこれ怪獣引きだとやばいぞ。逆に怪獣引きだとやばい。あ、ロバゴ強いな。ロバゴ強いな。怪獣サーチもいけるけど、いやこれなんもないから、魔法トラップ向こう。これ大怪獣バトル過去自作自演通るな。一回サーチ入れるわ。ラディ持ってきてたな。でこれで大怪獣バトル過去自作自演じゃね。ありえん量のカウント溜まったな、これ。でだ。自分のフィールド上に特殊化するモンスターを、これさ、画面シールにしたら、バリッチェロでは。で、怪獣って、相手の怪獣を処理する効果があんま、やっぱちょっとないんですけど、意外と。これはですね、コースじゃないですか。コースじゃないですか。で、返してって言うんですよね、これ。ちょっと怪獣返してって。え？なんだ、その効果は。クリアウィング？ファーストドラゴン？あ、ペンデラミ置こうか？向こうだよ。向こう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 。向こう向こう全然向こう。お前の発動した効果を向こうにしていく。怪獣カウンターを2つ取り除くことによって、相手の発動した効果を向こうにして、除外していく。おらオケがバリ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 、これが、画面支援のパワー共闘を、ちょ、返してそれ返して、まず、どこの神殿、そして、さよなら。よーし、こっからは地獄のガミシエルピートが始まるぜ。京都ウォーターフロントがある場合のガミシエルは最強。みんなガミシエルをもしかしたら怪獣としてしか見てないかもしれないがな、ガミシエル君には恐るべき効果があってな、怪獣カウンターを2個取り除くだけで相手の発動した全て の効果を無効にできる。魔法トラップモンスターの効果を全て無効にして除外することができる。ちなみにこの効果に対制限はついていない。つまり怪獣カウンターがあればあれだけ使えるってことさ。実質無限妨害、これがガミシエルビートのパワー。これ強いでしょ。これが したくてね、今回このデッキ組んでまでありますよ。あ、電電大鼓、うるせえ、黙れ電電大鼓。京都ウォーターフロントのカウンターを2個取るとき、相手が発動した効果を無効にして除外することができ、まあ、すでに除外されてるからあんまり関係ないか。あ、よし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 。なに、絶対に早く来た。今ここまで遊んでる時間はねえんだよ。カウンターを2個取るとき、相手が発動したモンスターの効果を無効にして、そのモンスターを除外する。くらえ、ガメシエルビー。よしよし。
つえ、ガルターボ。はそんなモンスター行ったら何ができる。あまあ、ハゴイタ。あやばい。あやばい。やっべ。やべ。雑に使いすぎたやつこれ。あやべ。あやっべ。あやっべ。やべ、上から殴られる。上から殴られる。まずい。これを無効にしたところで、それを無効にされるから意味ないな。これは何もしないが正解だ。いやでも大丈夫だ、大丈夫だ。いくらでも怪獣をサーチすることができる。俺の京都ウォーターフロントが破壊されない限り、相手のクリスタルクリアウィングは、クリスタルクリアウィングじゃねえや、クリスタルウィング新京ドラゴンは一瞬にして勝ることができる。あっ、また大怪獣バトル、かっこ自宅地へ来た。つえ、つえって、なるほど。これはもう一回ガミシールを持ってきて、これあと5800か。ラディアン出したらワンキル取れそうだけどな。でもちょっとやりたいことあんだ。でも俺は違うんだよ、これがしたいんじゃないんだよ。俺がしたいことは、あのガミシールビートして相手にガミシールの強さを分からせるってことなんだよ。つまりだな、あーこれはこれ何もしないからいいでしょ。これ何もしないから、まあ、とりあえずラディアン出すじゃないですか。ラディアン出して、で、あ、これ、あれか、あれか、あの、洗脳解除発動してからガミシールだった。まあ、いいや。で、ガミシール出す。順番間違えた。これ、ガミシールプレゼントして、洗脳解除発動しといたらもう帰ってくるよ、勝手に。間違えたか、まあ、いいや。洗脳解除発動。で、ラディアンをちょっと返してもらって。よし、またこの場面になったら、どうする。今ちょっとワンキル取れましたね。多分 ラディアンのトークン出せたら、2800だから5600なんで、多分ちょワンキル取れた気がしますけど、まあいいでしょう。ガメシエルのパワーは見せることができますよ、これで。ガメシエル君はね、全ての効果を無効にできるんでね、あと2回殴ったら勝ちです、これ。ちなみに相手がモンスターを出した瞬間、怪獣でリリースして洗脳解除で戻ってきて怪獣してるんで、実質除去ができます、相手のモンスターを。強すぎますね。ゆけガメシエル。うわあと1回の、あと1回の攻撃でお前は死ぬ。お前のライフは残り1500。どうした、そんなもんか。手札めっちゃ腐ってんな。手札鬼ほど腐ってるけど、相手がモンスター出さねえから。ちなみにスキルドレインがあるとね、怪獣が1体しかいないみたいな効果も無視して並べることができるんで結構強いんですけど。さあどうする。残念ながらこの盤面になって死者蘇生。何は、そんなカードは無効だ。クリアウィングライダー、うるせえ、黙れ。ガメシアの効果を発動。ガメちゃんの効果によって怪獣カウンターを2個取るとき、相手が発動した効果を無効にして除外することができる。あかね、バカ、誰がその効果も無効だ。見ろ、これがガメシアのパワー。相手が発動した効果を片っ端から無効にしていく。バカがよ、ガメシエルはな、送りつけるだけじゃないんだよ。こいつはな、ビートダウンすることでこそ進化を発揮する。これがガメシエルビート。怪獣使いなめんな。これガチで強くない。ラー来た、草バトル、ゆけガメシエルでダイナルタック。うおー、ガメシエル最強、ガメシエル最強、ガメシエル最強。いやまあ全然全く問題はないですね。この効果に関してもちょっとあの村雲のロシクマジうるさいんで、ちょっと一回あのボタンオフにして対応させていただく感じでいきましょう。あやべえな、王立魔法図書館とかいう最強カード発動されてる。まずい、これあれかな、あの図書館エクゾかな。図書館エクゾもうなんか見飽きた感じゃ若干あるんだよな。演武天気十二支パイパー、すげえ、なんだこれ、なんだこのデッキ。王立魔法図書館のここでめっちゃドローするんだあいつ、強いな、その動きは強いぞ。ちきれ、あ、強い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 ね。わかんねえ、レスキューキャット、何やばいぞ。なんかアドバンテージの鬼が来た。なんかサモンプリーストからのお邪魔ピンク、何お邪ピン、なるほど、わからん。オールツサモンプリースト12支大か、何
やるじゃないか。12種バイパーの効果によって明日に重ねられる。なるほど。なんだこれ、未来用でも出んのかべ、わかんねえ。12種子、なんか急に12種子展開に変わったぞ。なんだこれ、何がしたい。ハマーコング、はあ、一体全体ここじゃ何を目指している。ランクアップマジックリミテッドバリアンズフォース、はあ、ドランシア君のランクを1個上げる、上げてカオスナンバーさせる。はい、どうぞ。ダークライトね。ああ、なるほど。ダークライト、はあ、ダークナイトを出して僕のフィールド上にパクるモンスターはいないが、え、あー、希望バリアン、なるほど。希望バリアン、これなんかロンゴミアンとかなんかしようとしてる。ゴッドメダリオン、コードオブアームズ、何する人。あ、エクシーズモンスターの名前コピーするおじさんですね。はいはい。で、ゴーストリックサキュバスの名前コピーした。なるほど。今ゴーストリック待ってるとこ。え、